誰のことかね。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよ。それは里子さんの お前が許せない。この女は俺のものだ。女を返せ。禰豆子、絶対に無理はするな。危なくなったら引くんだぞ。たかが人間ごときが俺に勝てると思うなよ。貴様らなど三人を相手に戦えてる。腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。一体どれだけの人を食べた。女どもはな、醜くまずくなるんだよ。だからこそやったんだ。俺たちに感謝しろ。もういい。よし、このまま一気に決める。待て、なんの、他の二人は俺を引きずり込むつもりだ。禰豆子、俺は下に行く。二人を守ってくれ。守る、無理に決まっているだろう。女は俺のものだ。俺が食ってやるんだよ。弱く情けない俺たちの餌、ただそれだけの存在だぞ。ちぇ、何もわからんやつだ。こいつ異能を持っていないのか。私の鬼だから俺が負けることはない。邪魔をするな。この強さ、この分けられた血の量が多いんだ。
鬼舞辻無惨について知っていることを話してもらう。言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えないんだよ。自暴自棄になって、この状態は何をするかわからない。危険だ。の首を切る。油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した。ああ、何も聞き出せなかった。寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。かすみさん、大丈夫ですか？婚約者を失って大丈夫だと思うか？かすみさん、失っても生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。
お前に何がわかるんだ、お前みたいな塊。俺はもう行きます。これを。この中に聡子さんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか。そうなのか。すまない、ひどいことを言った。どうか許してくれ。すまなかった。痛ましい点、固く鍛え抜かれ分厚い少年の手ではなかった。和美さんは本当なら何事もなく幸せに生活できるはずだった。でもそれは一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し、痛めつけ、苦しめた。鬼舞辻無惨。俺はお前を絶対に許さない。絶対に。
ギリギリ働け。俺と禰豆子は誰にも負けない。仕事だ。仕事だ。
俺とねずこは誰にも負けない、うん、そう、終わってすぐに向かわせることになるけど、鬼が出ているらしいからね。行ってもらいたいんだ。それに私の胸の中で感じたかすかな揺らめき、調べてほしいんだよ。それが何なのか。頼んだよ。かずみさん、それに他の家族をさらわれた人も、なんとか立ち直ってくれるといいんだけど。結局禰豆子を人間に戻す方法はわからなかったな。あ、次は東京府浅草。鬼が潜んでいるとの噂あり。え、もう次行くのか？行くのよ。ちょっと待って。またない。
ここが浅草。すごい、夜なのにこんなに明るいなんて。山とは大違いだ。みんないつ眠っているんだ。おい、ったく。ほう、ほら。あ、禰豆子、ちょっと眠そうだな。少し休ませた方がいいかな。都会って、都会って、めまいがする。禰豆子、はあ、こんなところ初めて来た。人が多すぎる。この匂い、どうして突然こんなところで。あの時、あの時、家に残っていた匂い、鬼物人、無惨。いる、この先に。逃がさない、絶対に。いる、近くにいる。よし、
つけ。けっ、こっち、こっちだな。よし。匂いが続いている。大丈夫、逃がしはしない。横島な匂いが強くなってきた。近い。急げ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 。鬼舞辻無惨。お父さん、誰？こいつ人間のふりをして暮らしているんだ。私に何か用ですか？随分慌てていらっしゃるようですが。あら、どうしたの？人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。知らないのか、わからないのか、こいつが鬼だって、人を食うって。お知り合い？いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。人違いではないでしょうか。まあ、そうなの？あなた、どうしました？やめろ！あなた！奥さん、こちらよりも自分のこと。大丈夫、きっとなんとかなる。奥さんの傷は致命傷じゃない。この人は誰も殺していない。くそ、この人を放ってはいけない。鬼舞辻無惨、俺はお前を逃がさない。どこへ行こうと。どうしたのかしら、あの子。ねえ月彦さん、地獄の果てまで追いかけて、必ずお前の首に刃を振る。絶対にお前を許さない。あの耳飾り。貴様ら、何をしている。酔っ払いか、少年。この男から離れろ。ダメだ、拘束具を持ってきてください。頼みます。いいから離れろ。やめてください、俺以外はこの人を抑えられない。どけ。やめてくれ、この人に誰も殺させたくないんだ。邪魔をしないでくれ、お願いだから。ワクチ、四角無限の子。あ、なんだこの香りは。なんだこの文様は。どうなってる、周りが全く見えん。何かの攻撃か。だとしたらまずい。これは。あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。そして助けようとしているならば、私もあなたを手助けしましょう。なぜですか、あなたは。あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが、医者でもあり、あの男、鬼舞辻を抹殺したいと思っている。あなたは一体。これ以上の話は後にしましょう。まずはその方たちを早急に手当てしなければ。
私の診療所にご案内します。一緒に来ていただけますか？診療所？いや、でも実はよそで妹を待たせているんです。わかりました。では私は治療が必要なお二方を先に診療所へ運びます。ゆしろ、あなたはこちらの方のご案内を。俺がですか？俺はあなたと離れたくない。ゆしろ、いいですね？わかりました。それではまた後ほどお会いしましょう。ねずこ。ん？ごめんな、ねずこ。置き去りにして。ん？ああ。ゆしろうさんは大丈夫だ。これから道案内をしてくれる。これから行く先には、目くらましの術がかけてある。俺と一緒でなければ。お前は絶対にたどり着けない。目くらまし？それより鬼じゃないか、その女は。しかも仕込めだ。仕込め？見にくいってことか？誰が？ねずこ！仕込めのはずないだろう！よく見てみろ、この顔立ちを！町でも評判の美人だったぞ、ねずこは。行くぞ。いや、行くけれども仕込みは違うだろう、絶対。おい。あ。え？え？な？よし。おかしい。ここどういうことだ。遅いぞ。これって何が起こっているんですか？さっきも言っただろ、俺の目くらましの術だ。建物や人の玉代様の診療所も俺の術で隠している。なるほど。でさあ行くぞ。どんどん行ってしまった。
早くユシロウさんを追わないと匂いが消えてしまう。でもなんでユシロウさんは待ってくれないんだ。よし、それにしてもユシロウさん早い。胸の中が無性にモヤモヤする。これは多分禰豆子が仕込めと言われたからだ。うーん、お、シロさんは分かってない。禰豆子は仕込めじゃないぞ。ユシロさんの匂いが薄くなった。こっちじゃないんだ。戻ろう。
集中しろ。匂いを見失うな。ユシロウさんの匂いがない。まさかこっちに来てない。禰豆子の顔を見てもらうためにも、ユシロウさんに追いつかないといけない。ユシロウさんの匂いがない。まさかこっちに来てない。こんなところに屋敷が。早く来い。いいか、あの方に失礼のないようにしろよ。どうぞ。ただいま戻りました。先ほどはお任せしてしまいすみません。その奥さんは。この方は大丈夫ですよ。ご主人は気の毒ですが、拘束して地下牢に。人の怪我の手当てをして辛くないですか。鬼の俺たちが血肉の匂いによだれを垂らして耐えながら人間の治療をしているとでも。よしなさい。辛くはないですよ。普通の鬼よりかなり楽かと思います。私は私の体を随分いじっていますから。鬼舞辻の呪いも外しています。呪いが体をいじった。場所を変えてお話ししましょうか。あなた方の話も聞いておかなければなりませんからね。そうですか、そのような事情がおありだったのですね。でしたらやはり力になれることがあると思います。それにはまず先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければなりません。先ほども申しましたが、私たちは鬼です。ですが私たちは人を喰らうことなく暮らしていけるようにしました。人の血を少量飲むだけでこと足りる。血を？それは…不快に思われるかもしれませんが、金銭に余裕のない方から輸血と称して血を買っています。もちろん彼らの体に支障が出ない量です。そうか、この人たちから鬼特有の異臭がしない理由はそれなんだ。ユシロウはもっと少量の血で足ります。この子は私が鬼にしました。え、あなたがですか。でも、え、そうですね。鬼舞辻以外は鬼を増やすことができないとされている。それはおおむね正しいです。200年以上かかって
鬼にできたのは湯城ただ一人ですから。え、一つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増やそうとはしていません。不治の病や怪我などを負って余命いくばくもない人にしかその処置はしません。その時は必ず本人に鬼となっても生きながらえたいか尋ねてからします。嘘偽りのない清らかな匂いがする。この人は信用できる。珠代さん、鬼になってしまった人を人に戻す方法はありますか？鬼を人に戻す方法はあります。は、教えてください。どんな傷にも病にも必ず薬や治療法があるのです。ただ今の時点で鬼を人に戻すことはできない。ですが私たちは必ずその治療法を確立させたいと思っています。治療薬を作るためにはたくさんの鬼の血を調べなければなりません。そこであなたにお願いしたいことが2つあります。1つ、妹さんの血を調べさせてほしい。2つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほしい。根津子さんは今極めて稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしたが、おそらくはその際に体が変化している。通常それほど長い間人の血肉や獣の肉を口にできなければまず間違いなく凶暴化します。しかし驚くべきことに根津子さんにはその症状がない。この奇跡は今後の鍵となるでしょう。根津子、もう一つの願いは過酷なものになる。鬼舞辻の血が濃い鬼とはすなわち鬼舞辻により近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るのは容易ではありません。それでもあなたはこの願いを聞いてくださいますか？それ以外に道がなければ俺はやります。珠代さんがたくさんの鬼の血を調べて薬を作ってくれるなら、そうすれば根津子だけじゃなくもっとたくさんの人が助かりますよね。そうね。あ、まずい。